世界ステーキの旅、今回はフランスが舞台です。その店はパリの高級住宅街にありました。店主はニューヨークタイムズで世界一の肉屋と絶賛された人物。肉と向き合い続けて30年、店主のユーゴ・デノワイエさん。牛の飼い方にも細かい注文を出すユーゴさん。そんな彼の肉って一体どんなもの？普通は2歳ぐらいの牛でしょうけど、うちのは5、6歳のメス。中でも2、3回出産を経た経産牛です。僕世界一の肉屋さんって言ってるから、肉ってやっぱ若いというか、子牛の肉の方が柔らかくて美味しいのかなと思ってたんですけど。若い牛はダメですね。油が足りていないし味が淡白です。しかし子供を産んだメスは体質が変わって体に油がついてきます。それが豊かな風味をもたらすんです。味わいの深さとなんか香りがいいんですかね。とにかくその5、6歳の、あの牛の、油っていうのは、だから和牛のその、サシのいわゆる脂肪とは違うその美味しい油。そうなんです。確かに2歳ぐらいの若い牛は柔らかいですけど、うちでは扱いません。ここで人気があるのは経産牛でも工夫が必要なんですよ。一般に5、6歳の経産牛はそのままでは固く食べられません。それをユーゴさんは4週間以上熟成させるんです。熟成すると肉は柔らかくなり、しかも味わいが深まるんです。自然の力でね。こちらは6週間熟成させた肉、切ってみると、いい香りでしょ。チーズみたいな。この香りがすると熟成がうまくいっているという証拠なんです。チーズっぽい。確かに確かに。肉は熟成が進むとタンパク質が分解されて柔らかくなります。と同時に旨味成分のアミノ酸が増えて極上の味に生まれ変わるのです。ではそんな熟成肉を誕生させる秘密の場所へ。ロッキーやんこれ。まさに。ここはユーゴさんの熟成庫。肉は平均4週間、長いもので7週間ここに置かれます。温度は0度から2度、湿度は 70% 以下。こまめに調整しながら熟成を待ちます。熟成の、状況はこう見た目、あと食感とか匂いとかどんなんで、あもうちょっと必要だとか、あいろいろ分かるんでしょうか。味見ですね。毎日毎日毎日味見ですよ。どの味わいまで来たらこれはもういいぞっていうふうに決めているラインが多分あると思うんですけど、毎日味見をしていたら分かってくるんです。口に入れた時の風味、肉の柔らかさ、しっとり感などですね。これさっきから聞いてね、こんだけ肉の塊を優しく頬ずりながら触ってる人を初めて見た。もう恋人のようにタッチしながらキスしながら、ほんと世界一の肉屋さんやなと思う。こんな風に肉をする人は初めて見ました。どんだけ愛してるかね。熟成の技に加え、ユーゴさんの世界一の評価を支えているのが包丁さばきの技。
de bœuf, comme ça. 同じ肉でも、ユーゴさんが切ると味が違うと言います。一気にまっすぐ。これがグラッセカットです。グラッセとはフランス語で艶があること。このように艶が出るほど平らに切ると食感が良く、旨味も失われないんだとか。佐々木さんもグラッセカットに挑戦。食べられるでしょ、分からへんもん、どこなんか。クラちゃん頑張れ。どうした。あかん、骨当たった。切るだけなのに難しい。佐々木さんの肉には段が入ってしまいました。ユーゴさんの平らな断面と比べると違いは明らかです。よく時代劇でこう突っ張って切ってるけど、できる。やっぱこうなんか違います。包丁でこういう風に通すのと時代劇の竹道で切ってるのがえらい違いがありますね。続いては脇腹の近く、貝の身と呼ばれる部分。柔らかくてジューシーなのですが、筋や膜が多いのでそのままだと口当たりが悪いところ。十分な下処理が必要です。で、今こう硬い、本当に身で硬い薄い筋をこう丁寧に剥がさないと、焼いた時にそれは硬くて噛み切れなかったりとか当たったりするんで、素早い包丁さばき。ツヤ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 。ここは肉の目に沿って切らないとね。ユーゴさんの手際の良さ。処理に時間がかかるとその分肉を傷めてしまうからです。包丁に迷いが全くないですよね。なんかこれいいんかな、いいかな、どうしようかなっていうのがないな。これもったいないなとかね、思ったこと取りすぎたな。牛の飼育から肉の処理まで全てに手を抜かない世界一の肉屋の仕事でした。そんなユーゴさんの肉の味をさらに高めるシェフがいるといいます。大人気のお店らしく、はい、来ました、来ました。こちらは1931年創業の老舗のビストロ。はい、ボンジュール。ボンジュール。ボンジュール。オーナーシェフのステファン・ジェゴさん。ユーゴさんの熟成肉を10年以上使っています。ステファンさんはソースのスペシャリスト。それは肉のうまみを最大限に引き出すソース。ビーフ。おお、すごい、すごい、すごい。え、これを食べさせていただけるんですか今から。Exactement. わあ。For you. 楽しみやな。楽しみですね。これはうまいな。まずバターでゆっくりと肉を焼いていきます。ニンニク、玉ねぎ、タイムなどを入れ、香りを肉に移します。この状態でレアです。そしていよいよソース作り。この端肉が出汁のベースになります。この掃除したバブラも、もうちゃんと使うわけよね。今ユーゴさんのことでわーってやってここに置いてはったのは、置いてはりましたね。端肉は硬い塊なんですが、出汁にすると本当に深い旨味が出るんですよ。はい、これがなんか濃厚な香り、そうだね、詰まってる感じがするわな。うな重しから取ってるから合わないわけがない、ね、なるほどね、なるほど。端肉を玉ねぎやハーブなどと一緒に炒めます。
2、3日じっくり煮込むと味が凝縮した芳醇なソースに生まれ変わります。力強いソースは肉の旨味を最大限引き出して素晴らしいステーキにしてくれるんですよ。おさあいただきましょう。すごマイゴッド。あの濃厚なソースをかけて、めっちゃ分厚い。めっちゃ分厚い。めっちゃくちゃうまい。めっちゃくちゃうまい。何このソースとか抜群ですよ。もうナイフの入り方が違います、ね。違いますね。うん。これ感じ、こういう感じ。プロがうんしか言わへん。香ばしかったり、ジューシーだったり、うん、で、旨味引き出すその塩加減とか、うん、あんだけうまい肉が渡されると、バトンタッチされると、うん、こんな風にそのステーキって言うても料理になるって感じかな。いかがでしたか。いかがでした。アンコワイアブル。アンコワイアブル。ユーゴとはもう10年ぐらいの付き合いですが、彼には肉について本当にいろいろなことを教わりました。昨日もユーゴさんは吊るしてる肉にこう頬ずりしてました。それはやりすぎだね。でも素晴らしい料理を生み出すには彼のように肉を愛する気持ちが大切ですよね。私も牛を飼育している人や、そして食べてくれる人にも敬意を払いたい。すべてを愛することで料理が何か特別なものにたどり着くんじゃないかと思うんです。